ね、近場しか出てないから全然ね、メイクとかしてなくてね。こう守りたい。あー、ごさんちゃん、ごさんありがとうね、来てくれて嬉しい。そうピンピンなので、ちょっとリップだけでも塗らせてもろて買ったんだ。またそうなんか、そうこの2日間めちゃめちゃな、もうね本当に面白いほど寝かせていただけて、そう好きなことして、もう完全に寝てばっかだったんですけど、寝てお買い物行ったりしてて、そうすピンピンなのでちょっとリップだけ塗らせてもらってそうなの、もうねカラコンもしないでね、もう家にいてね、ちょっと本当にあのお昼ご飯お母さんと近くで食べて、夜はてむちゃんの散歩してみたいな、ちょっとダラダラ生活をさせていただいたんですけど、リップを塗ります。リップを塗りますね先にね。ママ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 足かかたん、嬉しい、ありがとう。誰？みつきさん、ありがとう。おお、やっ。できた。お、リップを塗っただけで褒められた。嬉しい。優しい世の中だね。ありがとう。こんぐらいでいいや。じゃーん。そうちょっと今ちょっとさ、別に大したことなかったんだけどさ、ちょっとあれかなと思ってイヤリングしてみた。可愛いかなと思って少しでもちょっと何か可愛くなろうかと思って、少しでもと思ってつけてみたよ。可愛いよね、何回も言う。チュルチュル。うん、チュルチュル。ありがとう。あ、雄大さん、俺の夢。ありがとう、いつも安定に。嬉しい。何色だ？なんかね、地爪っぽい色に、なんか、水色っぽい？色っていうのかな。そうにしました。オープニング衣装が私水色、そうツアーの最初のオープニング衣装が水色なので、そうそうそう、ということで合わせてきました。そうなの、あいもまた竹が好きすぎてショールーム来ました。嬉しい、ありがとうございます。でも全然違う人だと思われちゃうかもしれない、ほんと全然違うかもしれないけど、びっくりしないで。そう、猫ラーメンちゃん、揚げパンめっちゃ美味しかった。馬だった。可愛いでしょ、ネイル。ありがとう。生きがい。嬉しい。誰誰、タさん、ありがとう。みんな、いつもありがとう。りょうけんさん、ありがとう。チュルチュルでしょ。そうなの、おしゃれ、しゃれてるでしょ。めっちゃ時間かけてくれてそうもうね、2時間半ぐらいかな、約3時間ぐらいかな、めっちゃ時間かけて本当に、そう丁寧にやってくれるところで、マジでここでやると本当に天才的なんさね。嬉しい。あ、そうなの、こちら親指に小田さんがいるんですけど、可愛いでしょ。うんうんうん。そうなの、そうなの。ま、なんだって、マリンブルー、マリンブルーって言うんだ、おしゃれだね。マリンブルーって言うんだ。おしゃれじゃん。
ちょっと待って。みなわさん、ありがとうございます。なんだっけ。あれだよね。嬉しい。ありがとう。みなまつさん。お疲れなのに、今日。ありがとう。嬉しい。嬉しいよ。あ、そう。ありがキャンセル。笑ってない、笑ってない。そう、そうだよね。そうだよね。嬉しい。ありがとう。ありがとうね。嬉しい。本当に。懐かしい。ね。本当に。ありがとうございます。ありがキャッスル大好きなので。私。ねえ。恥ずかしいからやめよう。違うの。私はね、そんな申し訳ないので。笑わない。大好きすぎてね。本当に大好きで。マジで本当に。あれなんですよ、今回のツアーでもそう「君は僕の風」をねセンターでさせていただいたんですけど、ありがたいことに本当にありがとうございます。いや多分マネージャーさんが多分分かっててしてくださったんでと思うんですけども、そう、その立ち位置に、いやマジで本当に緊張しすぎて、本当にもうびっくりするぐらい緊張しましたね。マジで。そうなんです。自分でも結構過去一、本当に面白いぐらい、そう、緊張しまして、ずっとマジでギリギリまで、かすみとかに、やばい、かすみやばいとか言いながら、とね、マジでやばかったです。そうそう、緊張してるように見えなかった？もう急にもうね、緊張のマックスマックス。あ、多分どの曲よりも緊張してたと思う。本当にこのツアーの中で、でも本当に一番緊張したんじゃないかなってぐらい緊張しまして、そうだからこの曲もやるって知ってたからこそ、そう、小田さん意識のネイルにしたんですよ。そう、小田さんがね、そう、私オープニングの衣装にも合わせたんですけど、小田さんがよく卒業する前かな、仲良くなり始めた時にめちゃめちゃね、この色のネイルをされてて、だからこれにした。そうなんですよ。そう、あと当日までギリギリまで結構小田さんの卒業公演の動画とかも、そう、リハのね動画とか見て、ちょっといろいろ勉強しながら自分なりに頑張ってみました。全然だったんですけどね、全然うまくできなかったんですけれど、お疲れ様、ありがとう。そうなんです。そう、小田さんにも褒めていただき、そう、連絡をしてくださって、そう、嬉しかったです。それだけでももう緊張してあれだったけど、頑張れてよかった。みんなも褒めてくれてありがとう。嬉しい。全然だけどね。全然だよ、ありがとう。パフォーマンスそんなあれなんたんですけど、しかも今回ありがたいことにこのツアーではダンスの、そう、間に挟むダンスのメンバーに選んでいただいて、そうなんですよ、もう本当にこちらもこちらも本当にもうありがたい、なんか申し訳ない、ありがとうございますって感じなんですけど、そう、ありがとうございました。本当にびっくりだよね。私がびっくり一番って感じなんですけど、そう、うん、メンバー見た時にありゃみたいな、そう、私みたいなね、びっくりだよね。だってなんかみんななんかすごい子しかいなくて、
もうね、なんかみんなダンス経験者みたいな、もうバリバリですみたいなメンツの中になんかポツンってなんか入ってて、なんかもう汗汗って感じなんですけど、そうマジでね、こちらも緊張しマックスでしたね。最初これも同じぐらい緊張したかも。マジでここの2つが結構私の中ではこのツアーで一番のそう緊張したところでしたね。赤衣装ねめっちゃかっこよかったよね。嬉しいです、ありがとうございます。いやー全然です、全然です、表現力なんてまだまだなんですけど、私でも嬉しい、そう言っていただけてありがとう。そう緊張しマックス、そうなんですよ。すごかったよねみんな、かなりレッスン、あーそうだね。でもなんかめちゃめちゃ合わせる時間があったかって言われたらそうでもなくて、もう完全にみんなが一人一人でっていう感じではあったんですけど、そうだからマジなんかね、いつだったかな、出張公演3日間あった時の次の日に合わせみたいな、なんか投資みたいなのがあったんですよ。もうね大ピンチ、こっちたらもう本当にマジで、なんか福井長野新潟行って、その新潟がその次の日に帰ったから、そうもう次の日帰ってもすぐ投資みたいな感じだったので、あやばやばってなって、そうなんです、やばやばってなって、そうそうそう、本当にホテルで、もう本当に申し訳ないんですけどホテルでもう5時ぐらいまでカット、もう一人ずっとヒーダンスやばみーってなって、そうそうそう、本当に大号泣案件ですよこっちから、できなすぎて。そうなんです、なんとかなんとか無事ねこうして迎えられてよかったです。本当にもうねギリギリまで本当に汗汗してて、もう毎日汗汗で、そうなんです。もう当日もツアーの2日目もそうだし1日目もそうだし、マジでずっと動画見ながら寝てたね、気づいたら寝てた本当そうなんですよ。2日目とかなんてイヤホンしてて寝ちゃって、そう3時ぐらいかな、わかんないけど気づいたら寝てて、もうねもうイヤホンで途中に2時間後ぐらいかな、5時ぐらいに起きてイヤホンがなくなってんの知って、あやばいってなって寝ちゃった、イヤホンしながらと思って、うん、ホテルのあのベッドの隙間に挟まっとったそうおもろいっしょマジで大ピンチん寝落ちね、あんましないんですけど最近するようになりまして、よくないですね。あるある、本当にあるあるなのあるあるなんかい、そうなんだ、そうよいしょよいしょ。シングルベッド、シングルが2つあったみたいな、そうそうそう、愛ちゃんとあのずっとこのツアーでは一緒だったんですけど、ホテルはここ一緒になってこの隙間にあった、隙間にこんにちはしてた。いやなんで私そこ探そうと思ったのか分かんないんだけど、そっちだったんだよね。ウレピーよかった、見つかってセーフ、よいしょ。ミニトモちゃんありがとう、ウレピー。そう、アイちゃんと温泉も行って、そうそうそう調べて、あ、しぐれちゃんありがとう、そう二人で温泉に行きまして、めちゃめちゃいい温泉だったの、そこが私がそうちょっとここいいかなと思って行ってみたんですけど、それがもう思った以上にいい温泉で、二人でふわーってなりました。
びっくりだよ本当に。なんかね、いろんな温泉が、いろんな温泉があって、というかなんかそう、めちゃめちゃ広くて、そうなの、なんか日替わりの湯みたいなのがあって、金木犀やった。金木犀大好きだから嬉しい。そうマジでこのツアーとか出張公演のおかげでマジで温泉がもう大好きになったね本当に。電気風呂みたいなのもあったよ。うん、あったあった。そう、金木犀いい香りだよね。金木犀わかる。温泉ツアー、そう温泉ツアー温泉ツアーね、本当にそうビリビリ、そうビリビリで、なんか私は温泉、あのなんだっけ、電気風呂とか結構時々ね、その温泉よく行ってたから、そのツアーとか出張公演でなんか知ってたんだけど、愛ちゃんがびっくりしてた、ビリビリシューってなってて可愛かったですね。さめっちゃビリビリしたね。なんかさマジでさ、入るとさ、わかるかな、手がさ、ここならない、キュッて、わかるかな、あの理由、手がキュッて、なんかさ、手が本当にこの世のものじゃないみたいな感じになる。なんか、わかるかな、もう手がなんか、硬直しちゃって。こう、わかる、わかる、わかるよね、なるよね。キュッてなるの。もうわかる、あれ、びっくりしちゃう。ね、あれびっくりする、マジで。うんうんうん、そうなの、温泉いいよね。トヒョンさんいいよね、わかるわかる。電気風呂かわいす、嬉しい、ありがとう。小田さんのファンの方な気がする。けんです、こんにちは、やっほやっほー。なになに、いいな温泉。温泉な行きたいよな、温泉な行きたいよなとか言ってちょっとうんうん、そう先生と会ったんですよ。老師と会いました。まさかの、そう来てくださって、いやそう監督の方も来てくださったんですけど、ちょっと待って、先生が来てくださってて、もうびっくりびっくりびっくり仰天。てか先生綺麗なんだよね、めっちゃめっちゃ綺麗なお姉さんって感じ。なになに、そうだよ先生マジで綺麗だよ。もう本当になんかあのなんだっけな、あいちゃんなんか物をね、先生がなんかそう先生がくださった時に、そうあいちゃんがこう受け取りに行ったんだけど、その時にあいちゃんの手にほんのちょっと触れちゃったのかな、なんかもうなんかもうね、反応がね、ファンの方すぎて面白かった。先生おもろすぎ、かわいい。先生マジで美人だって。え、そうショートの美人なんですよ。え、そうそう先生マジで、あの喋りなんかめっちゃ本当にオタクみたいな、なんかもうファンですみたいな喋り方されてて元気なんですけど、マジ想像もつかないほどめちゃめちゃ綺麗なお方ですよ。そうマジせ、うん、あのままですけど本当にせ、うん、おしゃべりの感じは、わかる、ちょっとわかるの、合いそう、私合う気がする。でもてかバニラ粉買ったの急にね、急にね。
よいしょ。急にね、急にこれ痛いっていうから下がった。私さ、 VT のやつもさ持ってんだけどさ、そう、あのプランパー大好きで、なんか痛いっていうから。あーね、うん、うん、そう、これそう、これも買ったんだ。プランパー大好き私。そう、イードルショットのもうは 30% かなと 90% かな、わかんないけど、2つ種類あるんだけど、それどっちも持ってて使ってるんですけど、痛いけど私は結構慣れたので、あんまピーポーしてる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 。よいしょよいしょ。痛いよね、わかる。ね、ピーポーでしたね。にゃー、トゥトゥトゥ、よいしょ。かわいいよね。髪切ったの？ね、どこだろう。前髪は切ったよ。それらお便りトラインしてんの。あ、でもしてますしてます。この前、そう、この前無事にやっとお出かけに行けたんです。嬉しかった。ごめん、ただのファンが出た、申し訳ない。本当にそうなんです、ありがたいこと。そう、夢の夢のお出かけに行けました。黙りたいけど黙れない、ありがとうございます。やったよね、やった、嬉しかった。そう、ちょうどね、だからこれもちょうどその前日かな、その前の日かわかんないけどにネイルしてきたので、ガチガチに店に行きました。あ、そう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 、ストローのゴミもらってたって。そう、ビバースでね。めちゃめちゃそうだから、ファ、なんかちょっと待って、日本、口がもう嬉しすぎて口が回らなくてごめんなさい、本当に。そう、イニシャル入れてんの面白いっしょ。そう、なんかね、たくさん写真撮っていただいて。そうなんですよ、午後から遊びに行ったんですけど。そう、うん、リカちゃんありがとう。小田さんのインスタライブもしっかりとマーラータを食べながら見てました。あのマーラータン屋さんの、そう、壁にこう貼り、もうスマホ置いて見ながら、マーラータン伸びちゃうのに見ながらちょっと見てました。え、なんかもうね、お母さんと行ったんですけど、そう、ちょうど始まった頃に、そう、あの具材を選ばなきゃいけなくて、え、でも見たいじゃん、見たいけど具材も選ばなきゃいけないじゃんみたいな、マジで本当にもう開きながらちょっとあーってなってた。え、そう、あの美女大好き、めっちゃイケメンだったよね、思った。てか TikTok やばすぎねえ、わかんのよ。そうそう、それな。私コメントとかできないタイプなので、はい、静かにして見てるんですけど、あのでもウィバースの方でちょっとうるさいので、そう、ウィバースの撮ってる人ちょっと急にうるさくてごめんなさいって感じなんですけど、いやー、良い美女でしたね、個人的に良い美女でした、好きでした。そう、具材、はい、無事に選べました、すいません心配してくれてありがとう。そう、具材ね、無事に選ばせていただいたんですけど、そうそうそう、え、わかる。
即位にした。わかんのよ。髪短くなってて嬉しかった。あ、髪短いの好きですか？わかります。一緒ですね。仲間ですね。嬉しい。友達ができた。はい。ありがとうございます。指痛い。全然美術良くないですけどね。ドスピンですけど、今日。リップだけなってるけど。おししかかったん。ほんと？わ、ちんにゃん。ちんやんじゃん。なになに？そう、ウィバースでね、実況してるんです。ありがとうございます。そう、だから、いろいろ撮っていただいたんですよ。急に変わるけど。そう。その写真とかね、動画をだからね、あげないとと思って、絶対あげなって言われたんですけど、まだあげてない。え、嬉しい。でも最近お話し会とかでも小田さんの話を一緒にできるお友達が増えまして、嬉しいです。ありがとうございます。遊びに来てくれて。よいしょよいしょよいしょ。本当嬉しい。優しいコメントが多いですね。ありがとうございます。え、嬉しい。なんか違うの、おだいりさんの撮り方がうまいんですよね。すごい上手に撮ってくださる。めちゃめちゃすごいんですよ。そう、10月も遊びに行けたらなと思ってるんですけど、そう、その話をねさっきしてたんです。そうね、ね、腫れてきたよね唇ね。思った、自分でも。でも、あんま痛くなかった。正直。なんか、思ってるほど。なんか、あんまり、VT、リードルショット変わんなかった。痛みはあんまり。え、すごい。小田さんのファンの方。お友達ができた。嬉しい。お話ししようね。生きがい？誰？りょうさん？え、嬉しい。本当に？ありがとう。やった。あ、そうそう、今月はね、そうだから奈々さんとも、そう、ご飯に行きたくて、のんちゃんとそう、結成？岡田同盟結成のご飯に行きたいんですけど。やりましょう。小田さんの良さを語る会。え、私も参加していいんですか？え、行きたい。ぜひ。私にいろいろ教えてください。ぜひ。腫れてる感じするよね。でもそんなに痛くなかった。私の唇が多分、ぶっ飛び始めてるのかもしれないけど。ブックブクね、さっきより腫れてるね。そうそう、そうなんですよ。その話もそう LINE でしてて、岡田同盟の LINE で前かな、なん結構前にそう、その話をして、10月だから予定を組まないといけなくて、3人でね。あとでのんちゃんにも来週。そうなんですよ。私がモテてるわけじゃなくて、勝手に私が好きでいるだけなんですよ。違いますよ。勘違い、勘違い。
逆に申し訳ないぐらい、あのそう、あのあちらのお二人が、あのいろんな方に持っててるだけなので、そう、面白い女本当にありがとうございます。いいタイミングで本当にありがとうございます。そうなんです、勘違いなんですけど、そうか面白いですよね本当に。あのはい、違います、違います。そう、そうなの、誕生日一日違いの、違うね、ごめん、今ちょっと言い方キモかった、ごめんね、びっくりした、オタク出た、うん、みつきさんありがとう。そう、みんな勘違いしてるのね、ななさんと、そう、小田さんがいろんな人からモテてるだけであって、私は、そう、つい大好きなんですね。そうそうそう、あ、これ?ごめん。初めての人は知らないよね。このリップ。腫れてるって思っちゃうね。これね、痛いやつなの。今流行ってる。そう、腫れるのが当たり前なの。そう、だから、全然、あれだよ。大丈夫だよ。心配しないで。びっくりするよね。そうだよね。急にね、ライブしてたら唇腫れ上がってきたらね。心配するよね。ごめんね。ありがとう。優しいね。そう、うん、あー、エクボね、あるのかな、あ、でもあるかも、なんか中途半端なエクボってやつそうね、可愛がってもらってるのかなと思いながら最近心配になり始めた。最近ね、急にね。そう、今オタクしてるの最中、ツアーのね、なんか感想とか言ってたら、いろいろちょっとただの安定にあのオタクし始めたんだけど、ごめんね。しぐれちゃんありがとう。でも全然痛くないの、みんなに。そう、なになに、面白い、嬉しい、嬉しいかはやめなさい。たらこみたいになっちゃうの、おもろいね。うん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 、今ね頑張ってコメントを頑張って、ちょっと止めちゃうからね私、本当にごめんね。可愛い私服、エブリンだった気がする。ドンヨーさんありがとう。可愛がられリバースのツンデレ発言よ。え、なになになに、ちょっとついていけない、ちょっと待って、ついてってないんだけど、なになに、嬉しい、ありがとう、優しいね。そうだね、合う合わないあるからね、優しい、ありがとね。そうだよ、いろんなリップがあるの今ね。明太子だって、え、明太子って言われてるんだけど、唇面面白い、なんかさ、小学校とかありそうじゃない、小学、なんか今ってさ、小学生とか本当にすごいじゃん、マジでさ、あれだよね、すごい化粧品とかめっちゃ持ってんじゃん、すごくないとか、だから多分小学生が多分言うさ悪口、お前の唇明太子言ってそう、面白い、可愛いよね、絶対言ってそう。待ってね、今頑張って今ねコメントを追いつくせようとしてないけど、自分がどこにいるのか分かんなくて、みんなとちょっとこうなってる気がする。口好き、嬉しい、あ、口好き、え、嬉しい、お、嬉しい、急に、ありがとう。あ、そうなの、私ね意外とね自然体で配信してると思う、ライブは、ショールームとか、うん、
インスタライブとかさ、なんかさ、なんだっけ、そう、そういうのってさ、コメントできなくない？え、できなくない？できない？面白くない、お前の唇明太子とか言われたらびっくりなんだけど、うん、チクチク言葉ね、だってそれはそう、めいめいに対しては褒め言葉、おもろいな、いや褒め言葉かな、でもそういうの小学校とかにない、絶対男の子見るよね。いや別にお前の唇明太子とは言われたことないけどありそう、あたたたた、ちょっとお花も好き？お花？お花？急に？うん。よいしょよいしょ。よいしょ。あ、キャスル達也さん、あ、ありがとね、嬉しい、ありがキャスル、え、嬉しい、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい、今日お塩たくさん取った、キャッスルだー、今でキャッスル大好き、おも、ありがとう、あ、受け継いでないですごめんなさい、勝手に勝手にやってます、時々好きなんです、そう、すいません、そう、永遠にね、そう、永遠にね、やろうとしてもやれない人間、そうえ、そんな申し訳ない、そんな、そう、ていうかね、小田さんとね、マーラータも食べに行きたいし、かき氷も食べに行きたいし、やりたいことありすぎて、二代目ありがちゃ無理すぎ、面白いな、それ、これイヤリング、よいしょ、してみて、これ買った、可愛くない、え、可愛いんだけど、かき氷は急がないとそうね、そうね、あの時期的にね、寒いとね、それはそう、おもろすぎ、かき氷は急がないとって言われちゃったうん、あ、そう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 、
え、どういうこと、どういうこと、小田、え、小田さんと、え、なになに、お城行くってどういうこと、え、なになになに、どこの話、何の話、ちょっと米がね、あのついてきてなくて、私が、あれ、ん、ん、そう、パーフェクトダイアリーの01番と08番を買ったの。え、てかさ、08番マジで私の色じゃないみたいな、私の大好きな色、あのサイリウムカラーのハイライトじゃないってなって買った。ぜひ女の子にみんな買ってほしい。え、マジでお揃いにしよう、マジで可愛いから。え、マジでさ、私の色じゃないこれ。でもさ、どっからどう見ても指紋が目立つんだよね、この入れ物。マジ指紋が目立つのがちょっと、うん、悲しいけど、でも可愛いからいい。え、超ハイライト、パーフェクトダイアリー、そう、え、なんだって、なんだって、急にメイドカフェ行くの、なんで。メイドさん可愛いよね。でもあー、夢の国ってこと。ごめんね、ごめんごめん、なになに、ごめん、理解できなくてごめんね。急にギャルフラタ会うとき毎回緊張して喋れない。本当に、ちゃんとに、全然私あんまり緊張するタイプの人間じゃないんだけど、私、あ、そうじゃなくて、あんま緊張しなさそうじゃない、なんか、そうか、緊張するかな、私と喋ると。そうかな、うん、前も08番にするぜひ可愛い色だから、本当にマジでうん、そう、そう、前髪パッツンにしました。需要あるかな。え、マジでね、ほんと、うん、お母さんに驚かれるぐらい買っちゃったんだよね、このこれも、これも買ったのね。なになに、あたたたたたたた、足が痛、たたたたたた、おいしょおいしょおいしょ、あ、これピアスじゃないよ、イヤリングね。でもどっちでも可愛いよね。そう、ごめんね、今ね、完全に追いついてないのかもしれない、コメントが。私ユニバね、一回行ったことあるよ、ちっちゃい頃に。なんだっけな、本当にちっちゃい子に行ったんだよな。あ、ごめんなさい、蹴っちゃった袋。トゥ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 、でもわかる、推しの前に行ったら、そうだよね、推しの前、そっか、考えて、私、そうだよね、私が奈々さんとおしゃべりするようなもんだもんね、そりゃ緊張するよね、わかる。誰かの嫁、ちーにゃんか、嬉しい、ありがとう誰かの嫁だね誰の嫁だ、うん、女の子のファンは、そう、そうかな、本当にいろんな方が来てくださいました。噛んだね え、ハイライトぜひぜひ、絶対可愛い、これ
座ってんの自分のお部屋です。お、ピロヒさん、そう、まだ開けてない。あ、こっちもしてるよ。正座でしてるわけじゃないのね。みんな本当に勘違い。正座で配信してないよ。ユニバ来い？え、なになに？山崎サンリオ大好きです。コギミュンが大好きで、そう、めちゃめちゃ集めてます。顔小さくないよ。あ、ジングルベルね、そういえばね、よく歌われてましたね。イヤリングかわいい、嬉しい、多分300円。そう、コメントに時差あるの、私がね、コメントをね、全部見ようとして止めてるからですね。やめるね、じゃあ。ちょっと待ってね。頑張ってみんなのところまでたどり着くね。コギミュンなんだ、私。コギミュンくじやったよ。うわ。難しい米来てる。でも私本当に奈々さんと小田さんともどっちも大好きよ。てかこれ買った、肌が白くなるって言うから知ってる？これ赤じゃない、オレンジのパック。そう、開けたらオレンジなの。びっくりするぐらいオレンジ、ビタミンって感じなんだけど、うん、そう、これ4個かな、4個入ってて1000円ぐらいするんじゃがね。そう、これめっちゃいいって聞くの。めっちゃいいって聞くからね、もうビタミン出やすみたいな。そうそうそう、めっちゃ白くなるって言うからさ、買ったんよ。もっと買ってやろうかと思ったけど、一旦ね、合うか合わないか分かんなかったから2つにして。やばいよね。そう、これ300円だからね、言って、ほんとみんな。これ300円よ。これ300円、これ1000円だからね、ほんとに。もう。ビタミンがいいっちゅうから買ったんじゃ。買ったんじゃよ。これパック。それ以上白くなったら消えちゃうよ。そんなことないよ。通販。そう、爆買いしたんです。300円の可愛いですよ。これ可愛いよね。わかんない。可愛いよね。わかんない。可愛くない？あと、ミルクティーのパックも買った。案件ですか？案件じゃないですよ。そう。ビタミン。またできちゃん、ビタミン研究。お笑いな。そう。あんま通販では買わないかな。うん、そう、次から紙袋いっぱいに買ったんです。そう、そうなんです。爆買いしがちというか、あの、まとめて買うんですね、私。なんかちまちま買わないで、その空いてる日があった時に、そう、そんなにめちゃめちゃにお出かけに行けるわけじゃないから、空いてる日があった時に買うしかないから、そこで買うっていうようにしてます。だからね、めちゃめちゃ買ってるやつみたいになってるんだけど、そんなことない。スーパーにいる主婦と同じか。まあまあ、言ってみればまあそんな感じなのかな。そう、そうなんですよ。買うときに一気に買うっていう感じにしてます。
ねえ、そうデイジックのねクマちゃんシリーズ可愛いよね。わかんのさ、この前ハート買ったのにさ、あれは可愛いわ絶対と思って、そう見てた、可愛すぎあれクマちゃん。てかホテに買った、ホテとそうお話ししてて絶対ホテに合うと思う。そうお買い物大好きでお買い物しちゃう買い物、そうホテちゃん、ホテちゃんとお話ししてて、そうえ嬉しい、ディオールのハイライトマジで可愛いよね。わかんの、あともう一つディオールのハイライトでおすすめしたいのがあってね、本当になんだっけな、マジでキラキラするのがあんのさ、一個の方で丸の方で売ってるやつの白っぽい色なんだけど、塗るとちょっと青ラメっぽい感じの中入ってて、もうね本当にねすごくうわー綺麗ってなるんさマジで、うん、ディオールちょっとお高いけど時々買います。ディオールのハイライトマジでおすすめなので皆さん女の子買ってみ、オディオール。ピンポーン。ピンポンピンポーン。あ、そうだ。あと、みんなに。これ。これが、個人的に一番今まで使った中で、いいまつげ美容液、私が思った。ぜひ、これ本当に。個人的に一番いいので買ってほしい、まつげ美容液だよ。さ、嬉しい涙袋のやつ、マジでさ涙袋爆誕するよね、わかるのわかるの、マジマジ、マジでこれが個人的に一番本当に、もう何も塗ってないんだけど、本当にわかるかな、本当になんか前はマツパしててもなんかちょっと短い毛あるなとか、こうなんかあまばらだなみたいな感じだったんだけど、これ使ってからは本当にずっとまっすぐで、なんかもうずっと長いみたいな、本当に綺麗すぎて自分で驚くぐらいなの。まあ合う合わないあるかもしれないけど、私は一番これがいいだと思って、おすすめ。しかもさ今なんか可愛くない？可愛いパッケージだったから余計にね、おすすめする。そう。みんなに紹介しようと思って。きゃ、なに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 ？なに？涙袋？すごくない？あ、涙袋はね、だっていつも、もう、ウォンジョンヨさんので。バリバリに書いてるんですけど、そうなんです。髪の毛には効きますか？髪の毛か、わかんない、試してみるといいかもしれないね、わからない。そう強くなる、そうあんまなんかね、そうすごく個人ね、あ、わかんの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 。小田さんのね、かわいかったですよね。わかるのよ。嬉しい。たくさんお話できて。ありがとう。マジでかわいいよね。なんかさ、本当に会うたびにね、思うの。マジで、ほんと、この前も直接お会いして、マジでかわいいなと思って。顔が良すぎてさ、うん、普通に、なんでこんな、普通に歩いてるんじゃろうかと思って。こんなかわいい人が。世の中に。普通に世の中にさ、歩いてるのやばくない？感謝だよね。一緒に、なんか、もう一緒の空間に入れて。っていう。そう。そうなんですよ。思わない？だって思うくない？っていうね。そうなんです。でも可愛いって言うとなんか
受け取ってくれないので。そう、そうなんです。え、やばいよね、わかる。めっちゃ美人だよね。なんか可愛いというより綺麗。いいなぁ、可愛くて。あんなに、そう、あのただのねファンなの。ファンだからね、早口になっちゃうの、喋ると。そうね、それな、東京タワーのイベントやばかったよね。だってさ、推しと遊べんだよ今考えると。え、ちょっとみんな一旦考えてみて、推しと同じ空間で遊べんだよ。怖ない？え、怖いんだけど。普通にすごくない？だってさ、え、だってよく考えてみ、だって推しと東京タワーでデートだよ。感謝じゃね？って思った、私今思った。自分がね、自分がそっちの、ちょっとごめんね、普通にみんなに感謝してじゃなくて、私が感謝だなと思って。その私がファンだったら嬉しいな、嬉しいよな。うん、私もそういう人間になりたい。なんか綺麗でかっこよくて素敵だよね。急にね、急にね自分落ち込んじゃうの。そう、もう綺麗な、綺麗な人に、すごい人たち見てると、ちょっと、あ、いいな、素敵だな。急に。ただのファン。素敵だわ。うん。くまちゃんが手振ってる。かわいい。くま、くま、くまくま。可愛いんだけど、私のこと検索してたの。いやー嬉しい、可愛い。私とやってることが同じだね。嬉しい。あきさん、ありがとう。群れの夢、本当にみんな。そうそう。バーベキューね、いいね。バーベキューとかもいいね。みんな推しと何したい？私と遊びに行きたい？どこに行きたい？私と遊ぶなら。バーベキュー。おだいりさんのバスはあったら、あ、絶対行く。あ、マジ絶対行くから。来ないでくださいって感じだよね。うーん、くまくま。老子のお弟子さん、お弟子さんじゃないんだけど、でも似てる感じはする。先生話し合いそう。ちょっと先生とガチで普通に話してみたいな、会う気がする。ショールームかまちゃん可愛いよね、わかる、可愛い。ね、検索してくれてんの嬉しい。カラオケ？カラオケしたい？最近気になってる。嬉しい。誰よ？今面白いようになってた。誰よ？りょうけんさん。ゆっくりね、ゆっくり配信してるから、ギリギリまで配信しようかな、できるぐらいはって思ってるけれど。ボーリングか。バスツアー？いいね。焼肉。嬉しい。でも焼肉とか行ったら多分びっくりしちゃうと思う。私の偏食に。推しとアットコスメ行こう行こう。お買い物したいよね。おすすめめっちゃ教えるし、教えてほしい。遊園地、遊園地、あーいいねいいね、遊園地行きたいね。俺の夢、誰の夢、はやちゃんだ、嬉しい。俺の夢、誰の夢。夢の国も行きたい。私と行ってくれるの嬉しい。最近行きたいなと思ってたんだ。嬉しい。あ、ワンちゃんと散歩ですね。いいね。サモエドカフェ行きた
い、サモエドカフェ行きたかったんだよね。そうそう、誰かな、あいちゃんかな、ホテかな、みんな誰かと話してて、そう嬉しい、行きたい。ピュアランド行きたい。知恵の子ピュアランド、うん、嬉しい、最高の、そう全然です。花火大会ね、おしゃやん、行きたい。屋台とかさ、いいよね。洋服屋さん行きたいね。コスメ選ぶよ。うん、わかる。うん、あ、もちろん、そう、小田さんのバスツアーあった、ゲストじゃなくてファンとして参加するからね。うん、全然、うん、ガチのファンとして参加する。平等にね、本当に平等に行こう、マジで。そう、でも黙れないと思うな、静かにしたいけど。うんうんうん、どうしと配信ね、したいな。絶対マジで合うと思うんだよね、個人的に。うん、絶対に合う。普通に一旦ちょっと配信だと多分あのもうテンション上がっちゃうから、一旦ちょっと落ち着いて語ってっていうね、一旦ね。すごい、あいしょあいしょ。カラオケね、そう、ずっとタンしか食べないんです。しかも高級なタンとかあんま食べない、バリバリに焼きたいんです。油が苦手なんです。そうなんです。運動会、急に運動会。あ、水族館ね、私水族館好きよ。クラゲとイクラ、やばい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 って、いるかね、ほんとごめんね。そうびっくりしちゃった、ごめんごめん、間違えた。食べちゃダメ、ごめんごめん、間違えちゃった。食べ物の話してたから、食べ物の話になっちゃったじゃん。違うんだよ。ちょっと待って、ちょっと待って待って。平等に行こうってマジで、本当に。私は普通にマジでファンとして参加するからね。本当に。私の歌聞きたい？全然。本当？でもそう言ってくれて嬉しい。ごめん、間違えたって。イクラじゃないって。イルカだって。間違えたんだよ。ナタさん、ありがとう。嬉しい。食欲が、熱い食欲。お寿司屋さん行こうかとか言われちゃった。やだよ、水族館行った後にお寿司屋さん行くのはちょっとやだよ。なんか、ちょっとやだよ。うん。クラゲ好き。クラゲ食べない。クラゲは見たいです。うん、水族館でイクラ見るの楽しいよね。やめて、間違えたから。本当にイクラショーなんて見たくないよ。だってやだよ、イクラがプカプカ浮いてるなんて。なんかちょっとやだな。まあ普通にイクラ美味しいけどね。クリオネね、可愛いんじゃない？プカプカしてるやつね。この間クリオネのグミ見たな。そう、お寿司はマグロとかしか食べない。時々イカとかタコとか食べるけど、
あんまり食べないですね。でも小田さんとは一回お寿司行きました。イクラってどうやって泳ぐの？それな、それにゃ、ウニ推しです それにゃ、イクラの展示見てみたいな。やめてー、イクラじゃないって言ってるじゃんね。クリオネまで食べないって。そう、クリオネはでもグミあったよ、この前。おしゃれ、おしゃれ、おしゃれだよね。マジマジ。そう、でもね、私の偏食がバレるので、お寿司とか行ったら。そう、わさびは入れる派なんだけど。そうそうそう、あんま食べれないんだよね。食べるの好きなの。お寿司とか大好きだし、焼肉も大好きだけど、なんか食べるのに偏りがありすぎてって感じかな。それでもよければ誰か一緒に行こうって感じ。ラッコかわいいよね、わかる。ラッコかわいい、好き。あー、お寿司屋さんでラーメンは食べないかな。うん、それならなんか茶碗蒸しとか味噌汁とか飲むかも。ポテトは食べるかも、時々。うん、かい。そ、好きなものだけ食べるけど、それでもいいなら。そう、冒険はしないタイプなんですよ。好きなものだけ食べていたい。だからマーランタンとかも結構自分の具材、好きなというか、もうこれって決めたものしか大体入れないし、時々冒険するぐらい。めんどくさいよね。そう、チュロスもそう、絶対にシンプルなのしか食べない。別にチョコとかついてなくていいかなみたいな感じ。うどんかそば、絶対うどんだ。私ね、あんまそば食べない。そう、そうなの。辛いのは好き、食わず嫌いじゃなくて、食べてんだ、ダメなの私、正直。申し訳ないけど。サーモンも苦手なんです。そう、なに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 、うどん大好き。なになに？損してる？まあ人それぞれじゃないかな。私の食べれるリスト。サーモン？な、だって、あ、違う、油乗ってるのが苦手なの。だから、なんか油乗ってるのが苦手って大体思ってくれたら。
偏食なんだよ。わかる。分かってくれて嬉しい。ありがとう。今日小松菜食べたよ、夜。小松菜大好き。うん。そう、マグロの赤身。ピンポン。そうなんです。マグロも大トロとかは食べれません。そうなんです。ピンポン、ピンポン。小松菜大好き。小松菜。あ、タコが通ってった、私の目ん玉。うん、小松菜大好き。最近小松菜ブーム。そう、二郎系ラーメンとかは全然食べるんだけどね。そこまで。小松菜アイドルしんど。何？あーね、小田さんに言われたら一旦食べては見るかなって感じ。うん、おいしょ。次郎はえ、ちいかわのラーメン食べてきたの？うらやましい。私も行きたいと思っててさ、もう予約制じゃない？行きたい。うらやましいな。めったに食べないけどね、ジローとか。そう、小田さんが世界一だからね。いいな、いいな、予約し、予約、いいな、行ったの？みんな、うらやましい。チーカーラーメン行きたい。推しのことは絶対、それはそう。見て、これ、買った。入浴剤。どれがいい、どっちがいいかなと思って。これで好きな方を買うよ。大きい袋。ちいかわラーメン。ちいかわラーメン食べたい。あ、そうそう、この前さ、お話し会にさ、ガチで友達が来てさ、びっくりした話。え、マジで、本当にね、本当に、中学？中高一緒だったんよね。で、その子が来て、マジで本当にわかんなくて、最初。本当にね、え、マジで本当にわかんなくて。そう。ガチでわかんなくてね。普通になんか、ファンの子かと。危ない。危ないよね。だから、マジびっくりしすぎて。あ、意味のわかんない。腹から声出してきた。悲鳴を上げてきてびっくりしちゃった。もう、そう、ガチとも。だから他の例の人から多分びっくりされたと思う。そう、告知もなしね。マジ、リアルガチともね。そう。そう。え、マジで。やっぱさ、変わるじゃん、正直。このなんか大学生になったらやっぱさ、みんな大体垢抜けたりさ、なんか可愛くなったりさ、急になんかあんじゃん。いや、マジでびっくり。そう、握手会で、ね、そう、マジで本当に本当にガチガチガチ。
よいしょ。あ、そう、あとね、この入浴剤も買ったの。これずっと気になってた、パールの真珠の。知ってる？これも欲しくて、どれが好きかで決めようと思って。ちょっと欲しかったんだ、これ。うん。あの、違うよ。また案件じゃないって言ってんの、マジで。ほんとあるの、私のお買い物だから。ほんとに。みんなって、違うから。そう。ハッシュタグ PR やめなさい。ハッシュタグ PR じゃないんだって。やめなさい。もう誰？ハッシュタグ PR。やめなさい。違いますって。うん。違うから聞いてって。マジでただただ私が好きで買ったんじゃって、ほんとに。パールの PR だよ。違うか。入浴剤まで。パールじゃない。てか、ひらがなの PR やばいって。違って聞いて。マジ、一旦聞こう。ほんとに。え、マジ聞いて。可愛くない？普通に。これ絶対プレゼントにもいいと思うんだよね。そう。入浴剤なんですけど。そうなの？ゴールド、ピンク、ホワイト。レモンクォーツ。オレンジガーネット。インカローズ。へぇ。使ってみまーす。案件お待ちしておりますじゃないの。違うわ。普通に。え、マジで本当に。誰じゃい？プレゼント、ぜひぜひ。女の子とかさ、なんかさ、ぜひぜひ。え、てか普通にさ、入浴剤だからさ、入浴剤って誰にでもあげれるくね。そう。ほんと？あとね、マジで、なんだっけ、バスソルト。バスソルトはマジでダブ、ほんとに。なんだって？これマジでおすすめ。ほんとに。本当にお肌チュルチュルになるから、もうマジ全人類使った方がいいと思ってる。これ、マジずっと使って、マジで本当に。ずっと使ってるからマジで。これ、本当おすすめね。マジ甘い匂いがするが。今日めっちゃね、いろいろみんなにね、紹介したくてね、買ったものを袋に詰めてきた。そう。マジで本当に。本当に。それ買ったらモテますか？マジで本当に。本当に、いいから。マジで。うん。本当に。ジャパネット山崎じゃないから、マジで。本当に結構ガチ。結構ガチね、これね。うん。モテるって。うん。モテる。うん。モテるって。一旦買ってみよう。モテるから。保証はしないけど。え、ぜひぜひ、マジでみんな買ってみて。本当に、え、結構ガチで、個人的にずっと使ってるから、これは。真面目に。え、本当にね。え、今紹介した中で、山崎がリピってるのは、マジで、これね。これと、どこだ。まつげね。え、ほんと。え、これに関してはマジで普通にドラッグストアとかで売ってるから。PR じゃないって。え、結構ガチでおすすめだから言ってんのね。マジで。あとね、頭に使ってるスクラブは、サボンのやつ使ってる。ミントの。そう。マジのガチのリピだから。これは。この二つね。これ三個目。そう。なんか美容系大好きすぎて、マジで、本当に。そう。語りたい。ガチ、マジ。頭のスクラブはサボンね。そう。のミント。めちゃめちゃ泡立ち良くなるし、さっぱりするし。そう。そうなんです。注文の電話番号とかないんですね。ぜひそこら辺のドラッグストアに行ってもらって、はい。全然、そんな感じじゃないんですけど。
電話とかないんで、はい。そう。なになに？香水？香水とかいろいろ使ってるな、でも。ぜひぜひ皆さんもお使いください。ソララの配信見ましたって読みやすくなりますか？ならないですね。ないですね、それは。ですが、いいこと尽くしなので、ぜひぜひ皆さん。0120とかでもなくてです。はい。クーポンとかもないんですね。はい。ないんですけど。残念ですよね。ごめんなさい。すいません。はい。もうすぐ終わらせていただくんですけど、配信の方を。フリーダイヤルとかでもない、本当に。10% ぐらいは安くならないですね。申し訳ない。失礼しました。惜しかった、嬉しい。あ、サラダの X フォローで安くなりますか？していただけるなら嬉しいですけれども、安くはなりません。はい。てか、してない人いるんかい、午後。しててください。友達紹介やばい。友達紹介あるん、リンク先もございません。まとめて買うとかもございません。電話が鳴りやります。電話、鳴りやんでるんですけど、もういつも来てないんですけど。あ、おかしいですかね。大丈夫ですかこれ。皆さんね、薬局に行ってください、ぜひ。はい。そう。むしろ私が安くしてほしいぐらい。うん。全然松清とかにあるんで、行ってみてください。はい。はい、女の子ぜひね、はい、もともとで、いや、鳴りやむとかのあれじゃないんで、まずもう最初が来てないんで、はい、YouTube ね、やってみたい。俺の夢、誰の夢？あやちゃん、嬉しい、うん、嬉しい。は握手会でさ、普通にさ、まつげ美容液とさ、ダブのボディスクラブさ、宣伝してるとビビるくね？普通に。うん、自分の握手会頑張ってって感じなんだけど、そう、でも私と同じ匂いになれるということで、ぜひこちらお使いください。マジで本当にいい香りがするんが、本当にマジで圧をかけてるかも。そうですね、本当に。で、急にだけどちょっとランキング読みますね。本当にすいませんね、急にですけどランキング読ませていただきます。いきます。17位、ラブいちごちゃん、ありがとうございます。16位、しぐれちゃん、ありがとうございます。ありがとうね、ちゃん。15位、マジレッサりょうけいさん、ありがとうございます。14位、どひょんさん、ありがとうございます。13位、よしきさん、ありがとうございます。12位、ぽこちゃん、ありがとうございます。11位、みかちゃん、ありがとうございます。10位、ハゲチさん、ありがとうございます。9位じゃないですね、9位ですね。9位、台湾のごさん、ありがとうございます。8位、ひろみちんさん、ありがとうございます。7位、ちにゃん、ありがとうございます。6位、あっきーさん、ありがとうございます。5位、みつきさん、ありがとうございます。4位、はやちゃん、ありがとうございます。3位、たさん、ありがとうございます。1位、みねまつさん、ありがとうございます。そして1位は、たつやさんです。ありがとうございます。ありがとうね、嬉しい。みんなたくさんありがとう。全然、こちらこそ全然です、ありがとうございます。ダブ、ぜひダブ探して。マジで本当にトロトロで、
本当に甘いいい香りがしてて、そう、それだけじゃなくて本当に洗い上がりすべすべで、マジで本当に、本当に冗談抜きで本当チルチルなの、マジで本当に、結構自信ある。そう、17位、そうなんです、17位、17期だからいつも17位から言ってるんです。皆さんありがとうございます。たくさんお付き合ってくれてありがとう。いくらとジャパネット山崎が面白かった、嬉しい。でもいくらはマジでほんとびっくりした。自由でも水族館行ってもいくらはちょっと見れないんですけれども、イルカね、間違えちゃった。ありがキャンセルスクショしよう。あ、そうだ、見て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 、はい、はい、はい、ここね、あの、ガチオタ小田さんのイニシャル入ってるから、マジでおもろいっしょ、マジ面白いっしょ、自分で面白いと思ってる、さすがにやばい。かわいい。そう、小田さんネイル、そうなんです、本当ガチでしょ、おもろいでしょ本当にごめんなさい。そう、私のね、ファンの子がいつもこうしてきてくれて、ピンクと紫のネイルして、私のそう S と Y を入れてくれるんですよ。もう嬉しくて嬉しくて、だからもう山崎も真似しちゃおうと思って真似してみました。てか本当に女の子たちいつもありがとうね、可愛いネイルなんてしてくれて、本当に嬉しい、マジで、マジでいつも握手会で見るたびにそんなことあるってくらい嬉しくなる、マジでありがとう、嬉しい、ガチで本当愛してる。可愛いでしょ小田さんネイル、ありがとう。あ、そうなんです、ガチなんです。ありがとう。全然いいんだよ。いくらポーズ？いくら。ちょっと時間確認ね。もういくらでもブチって切るからびっくりするから。いくら？いくらポーズ。なんだって？よいしょよいしょ。みんなありがとう。楽しかったね。おやすみみんな、おやすみ、あとでウィバースで話そうね、バイバーイ。うん、いい夢を、ありがとう、みんなもね、いい夢を、いい夢を、いえいえ、すや、すや、宣伝だよ、ラブだよ、嬉しい、夢に出てきてほしい、私？本当にうるさそうだけど大丈夫？寝れるかな、それそれ、ちゃんと休めるかな、私出てきて、寝不足になっちゃいそうですけども、でも楽しいかもしれないね。じゃあ皆さんまたショールームでお会いしましょう。バイバーイ、ありがとうねー。